はい、どうもどうも、デラックスの南です。山本です。お願いします。お願いします。今日は南くんがデートあるんで行ってくれっていうことで。そうです。スタイリングもうまくいかなくなってきて、イメチェンしようかなって。デートもあります。え、切ってくで。お願いします。2ブロックはスタイルによって高さが違います。スタイルとその人の頭の形によって違います。みなみくんもね、パーマめっちゃ好きなんで。パーマ大好きです。パーマしたい方はぜひお待ちしております。皆さん自粛中は何してますか？最近プリズンブレイク、あれを見てますね。面白いです。ゆきはどんな感じ？今日は前髪を下ろして作れるスタイル、後ろも刈り上げずに動かしていくような、まあイメチェンですね。いきますよ、前髪。じゃあお願いします。これで完成です。彼女さんはどんなのですか？あ、でもなんか似合ってれば何でもいいと言ってるんですけど、僕が髪伸ばしとるんけどみたいな、本当は切ろうか迷っとるんみたいなずっと言ってて、彼女に切るのもありやと思うし伸ばすのもありやと思うよみたいな。じゃあ一回伸ばしきってから切るって言ってたんです。でも我慢できなかったです。ドッキリだよ。お前が言ってへんの？言ってないんですけど、で明日会った時にそうそう切ったよみたいな。そうそうそう。じゃあ付き合った時のエピソードを。僕がずっと好きで、好きとはもう言ってたんですよ。付き合ったその日は、僕はもうその日は告白しないでおこうと思ったんですよ。僕は好きですけど、まだそうでもないかなと、あっちは。なので僕はもうその日は言わないでおこうと思ったんですけど、帰り際あっちが実は嬉しいみたいな。僕も嬉しくて、でも僕から最後告白しました。嬉しい。失礼します。彼女越しに谷川です。自動愛楽激しいんですよ。ユウキが何を思ってるか大体わかるんですけども、ちゃんと喋ったらすぐニコニコになるんで、放置しとったらちょっとこうムスッとするしてるけど。いいんですよ。おお、めっちゃよくない？いや、めっちゃいい。このメイト低いから。じゃあ来ました。バイバイ。くそ。やばいっす。切ってよかった。あ、完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。明日じゃあデート楽しんできて。楽しんできます、明日。あ、やばい、にやけが止まらない。めっちゃいいよね。めっちゃいいです、これ。この子自体多分この今のこういう感じのマッシュに無造作パーマとか作るのめっちゃ好きで。好きです、僕は。この髪型したい子は勇気でご指名お待ちします。お願いします。この動画が良かったなと思ったら高評価、チャンネル登録もインスタのチェックお願いします。お願いします。それではまたまたお待ちください。バイバイ。バイバイ。